にちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、危険なヴィーナス、最終話でございます。参りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すべての謎がついに明かされましたね。ありましたね。はい。いや、あの人がああだったり、この人がああだったりしてますね。いや、本当ですよ。本当ですよ。6分ぐらいのところなんですけど、はい。あの戸田恵子さんの、まあ、長ゼリフといいますか、うん、あの長いところがあるんですけど、うんあのね、体がすごく響いていてね、そして、うんあのまあ相手の反応かを入れて、うんでね、それで揺れて出すっていうあのすごく上手な演技に、うん、素晴らしかったと思いましたね、うんそうですね、その体が響くっていうのはやっぱり多分トレーニングの賜物だし、ずっと積み上げてきたものが、ね、あるっていうのが、うんすごくわかるっていうところが素晴らしいところですよね。はい。感受性がね素晴らしいですよね。うん、で、次が19分のところ。はい。小日向さんのところですね。いや本当ね。本当にでもねなんかなんだろうなこう力を入れないからさ。うん。入れないで相手をクンってなんか入れるんだよね。でニュートラルでそのままニュートラルで。なんかこうどこでも行けるから、うん、なんだろうねやっぱああいう風になるよねなんかこうちょっとサイコパスじゃないけどさ、うんうん、なんか素晴らしい、ねうん、そなんか変に力まないですよね、うん、変に力まないからこう自然というか、うん、っていうところですよねこれすごい幅が広いよね小日向さんのまんま悪党だし、うん、小日向さんのまんま優しいし、うん、だから別になんかそういうことやってるわけじゃん、なんかああいう全部あれを含めてあの、うん、今回の小日向さんの役なんだ、ね、だからすごい、幅が広いね、うんうん、なんかこう無理に作らないというかそういうところですよね無理に作らないから自然になるっていう、うん、そういうところですよね、うん、はい39分のところですね、はい吉高さんの、まあ、スマップさんが出て行った後の、うん、あですねすごく良かったですね良かったですねあこれね吉高さんも体がすごく響いてましたねあ惜しかったと思いますあれそうですね良かったですよねそうあのねまあ潜入捜査官で全部お芝居でした、うんっていうところなんだけど、一、うん、人になったところで、つまびさんが出ていったと、一人になったところで見せるあの表情っていうのがね、うん、もうほんの数秒なんだけど、それで、ね、すべてが伝わってしまうというか、っていう素晴らしいところですよね。うん。あれ、うまいなぁ。うん。すごい引きつけられるし、わかるし、うん、っていうところですよね。あれ、素晴らしいですよね。すごく響いてる。やっぱ、変になるとやっぱね、こう感性感受性がね、うん、すごく響く良いね楽器なんだろうね、体自体がね、うんうん、と思いました。素晴らしかったね。はいうん、でね、どんでん返しありでね。はい。ああ、捜査官面白かったね。うん、で最後に妄想、やっぱ今回もね、やっぱ妄想入りましたね。そうですね。最後妄想通りになるっていうね。あーいやー素晴らしかったですね。うん面白かった。面白かったね。うんあの親族たちのキャラも全員濃かったですからね。なんかそのねその濃さを出し合ってこう来た結果ちょっと風通しが良くなりましたっていうのがなんかこう地獄のような世界に一筋の風が吹きましたっていうね。すごいね。いやーでもあれだね、まあ、ちょっと戻るんだけど、はい、戸田さんもやっぱりこう広いねやっぱね。うんうんうん。なんか無理してない、ね、なんかこう、うん、そのまんま戸田さんが広いのね。うんうんうん。小日向さんとちょっとやっぱ似てるよね。うん。戸田さんが広いからいろんなところに。なんかこう、なんかそう、すごく俳優のその難しいところというか、その人間
どういう人間であるのかみたいなのがちょっと問われてくるみたいなところが、多分ずっとキャリアをね、積んでいくとね、そういうところが見えてくるっていうのが、また、すごい深いところですよね。ね。俳優道のその難しさというか、厳しさというか、深さというか、面白さというか、なんかそういうところはありますよね。なんか多分、作家とか演出家でも多分きっとそうなんでしょうけど、これね、多分ね、20年後ぐらいにこう妻夫木さんとか吉高さんとかね、それたちきっとなんかそういう風になってくんだろうね。広いなーみたいな。すげえなーみたいなね。なんかそうですよね、きっとね。なんかそれを見るのもまた楽しみというか、ね、っていうところですかね。はい、はい。というわけで、危険なヴィーナス最終話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ます。